からこちらの丸太を枕に入れてミルクを飲みます。ただいま皆様から向かって右手が外品、左手が洋品です。でパンダにはパンダ専用の粉ミルクでパンダミルクというものが開発されておりまして、現在最新の用品はこのパンダミルクと人間用のミルクと犬猫用のミルク3種類混ぜたものを与えております。で母乳を足りない分を補っておりますので、1日与える量はちょっと差があるんですけれども、今日は回避おかわりがあるようです。だいたい1日に1リットル弱ぐらいの人工乳を飲んでおります。はい、回避あっという間に飲み終わったそうで、はい、おかわりを待っております。で、その辺の回避と用品、子供の歯乳歯が全部歯揃っている状態でして、リンゴなどの柔らかいものは少しずつ食べられるようになっております。でよくお母さんのおやつを拾って食べたりする姿も見られます。はい、用品を飲み終わってしまいました。はい、用品早速遊びに行くようですけれども、あっという間に滑り台の上までも持ってしまいました。廃品も飲み終わったようです。あ、今から用品ここに登ってくれるんでしょうか。で、廃品と用品もすっかり木登りが得意になりまして、この丸太の一番上にまで登ることもできます。ほとんどはとても木登りが得意な動物で、生後5ヶ月過ぎには登れるようになるんです。お母さんパンダがご飯を食べにどこかちょっと遠くへ行ってしまう時間が出てきますので、その間赤ちゃんたちは高い木の上でお留守番をしていないといけませんので、赤ちゃんパンダは竹を食べるよりもまず初めに木登りを覚えます。